6時45分になりました。佐賀からニュースです。佐賀市を拠点に活動している10代の若者たちの劇団が、弥生時代の暮らしや争いを描いたオリジナルのミュージカルを作り、吉野狩歴史公園で披露しました。このミュージカル吉野狩の神隠しは、吉野狩歴史公園で日本各地の古代の暮らしを紹介する催しが開かれたのに合わせて、佐賀市を拠点に活動している10代の子どもや若者たちの劇団が作り、メンバーおよそ30人が披露しました。冗談じゃないよ、ここは弥生時代の吉野狩りなんだよ。それで大人と男たちは私たちの命を守るために戦っています。ミュージカルは歴史公園で演劇の練習をしていた現代の若者4人が、弥生時代にタイムスリップして当時の若者たちと踊りを通して交流したり、集落同士の争いに巻き込まれたりする物語です。物語の中で現代の若者たちは、親しくなった子供や家族が争いで犠牲になることで命の尊さを知り、悲しみの中でも生きていくことの大切さにも気づくなど成長していきます。若者たちは息の合った歌と踊りで熱演し、観客から大きな拍手を送られていました。みんなすごかったと思います。とっても良かったと思います。命の大切だとかいうのをよく表してたと思います。